第10飛行士団は日本陸軍の飛行士団の一つ。1944年3月に第17飛行団を廃止し、第10飛行士団司令部が臨時編成され、既存の部隊を兵合わして飛行士団となり、太平洋戦争の終結まで主として関東地区の防空任務に当たった。司令部は当初のうち東京都北多摩軍の調布飛行場に、 おけれたが、1944年5月に東京都神楽に移動し、霊化部隊は東京都、千葉県、茨城県、埼玉県などに配置された。太平洋戦争における中部太平洋方面の情勢が悪化し、陸軍中央部は本土防空を強化するため1944年3月8日、軍令陸港第27号一を,を加齢した。これは、 東京都北多摩郡の調布飛行場に置かれていた第17飛行団司令部を復帰解消し、第10飛行士団司令部を臨時編成するものである。3月10日、司令部編成が完結し、大陸命第961号にによる士団編合も完結した。第10飛行士団は第1航空軍司令官の令下に置かれ、作戦行動においては、 本土全体の防衛を統括する防衛総司令部の指揮下で主として関東地区の防空に当たった3、飛行第47戦隊仕様と同型の2式、短座戦闘機第10飛行士団司令部の編成完結時における冷化部隊は次の通りである。航空部隊地上部隊飛行第53戦隊の2、指揮複座戦闘機このほか霊属関係にはないが、 作戦遂行上の指揮下部隊として、飛行第1戦隊と飛行第70戦隊があった。さらに4月には、第13航空通信隊が、5月には、飛行第53戦隊が、第10飛行士団の零化部隊となった。また、明野陸軍飛行学校分校、下静陸軍飛行学校などの教官あるいは助教、5や陸軍航空審査部に、 技量の優れた操縦者がいることを利用し、それぞれ数機から十数機ほどで編成する小規模の部隊を通称、東二号部隊として臨時に、第十飛行士団の指揮下に入れ防空任務を兼務させた。指揮官は、司令部編成当初、前身である、第十七飛行団長の佐藤昭一少将が、師団長心得となったが、6、3月28日に第1、 航空軍参謀長であった吉田木八郎少将と交代した。第10飛行士団は緊急性の高い防空部隊の特質上、士気の結節を少なくすることを主な理由として、士団のもとに飛行団を設けず、士団長が各飛行船体を直接指揮した。士団司令部は第17飛行団の司令部を継承し、調布飛行場に置かれた。これは、 飛行部隊の指揮は飛行場で行わなければならないとの飛行団当時の考えによるものである。しかし師団として指揮下の部隊が各地に増えたことで通信連絡が重要との認識から5月5日第10飛行師団司令部は各種の防空情報がすべて集まり諸設備も管理する東京都神田区竹橋の東部軍司令部内に移動した。同じ5月5日 大陸命大戦3号カ令により本土洞水の一元強化を目的とする気候改変が行われ5月10日零時をもって第10飛行士団は第1航空軍の励下から出し防衛総司令部の直轄として編入された1944年7月末第10飛行士団の指揮下にあった飛行第70戦隊は第2航空軍の戦力支援のため満州国に 派遣された。同じく指揮下にあった、飛行第1戦隊は10月に、霊下にあった、飛行第18戦隊は11月初頭にそれぞれ、都市号作戦参加のためフィリピンに派遣され、本土から去った。代わりに10月末に飛行第23戦隊が、千葉県印馬軍の印馬飛行場で編成され、第10飛行士団霊下に編入された。米陸軍航空軍の B-29。 爆撃機米軍はすでにマリアナ諸島を攻略し建設した飛行場から B-29 爆撃機が関東地区への侵入を11月1日より開始した。第10飛行士団0かあるいは指揮下の飛行戦隊はそれぞれ溶撃7を試みたが日本陸軍の航空機は高々旅での性能が劣り目星い戦果は得られなかった。使用している戦闘機では 装備を可能な限り取り外し軽量化しないと高々、旅への上昇は難しく、防弾後半や機関砲まで取り去り的機に体当たりをする以外の方法はないとの結論に達し、飛行手段を指揮する吉田少将は11月7日、各飛行船体に対しそれぞれ4機の特別攻撃隊編成を命じた。後日この防空特攻隊は、防衛総司令官の東国の宮都志飛行を、 陸軍大将より、新天聖空隊と命名された。その一方で、満州に派遣されていた、飛行第70戦隊は11月6日、千葉県東葛飾軍の柏飛行場に帰還し、再び第10飛行士団の指揮下で、本土防空の任務に就いた。また11月13日、大陸命第百1 8 2号によって、飛行第28戦隊が満州から調布飛行場に、 移動し、第10飛行士団の指揮下に入った。同戦隊では、司令部偵察機に20ミリ機関砲2門を装備し、武装、司さ,さだとする変更を行い、さらに、千葉県三部軍の東金飛行場に移動し、翌12月には、戦闘機操縦者の新戦隊長、8を迎えて、高々と戦闘を主な任務とする部隊となった。地上部隊では、第46航空畜司令部が、 軍令陸港第百三十六号により、臨時編成され、第百八十七飛行場大隊とともに10月下旬に、第百八十八飛行場大隊は11月中旬に、それぞれ第十飛行士団に編入された。12月31日夜に、吉田少将が書いた日誌の昭和十九年最末初見では、第十飛行士団は11月から2ヶ月間の防空戦闘において、 出撃回数40回、撃墜確実28機、うち16機は、特攻機の体当たりによるもので、特攻戦士者10名、9、撃墜不確実24機、撃破60機、来襲した敵機の9%を撃墜としている。一方、米軍資料では、太平洋戦争の期間を通じマリアナ諸島から、日本本土に出撃した B-29 全体の損失率は昼間。 攻撃で1.5%、夜間では0.95%を失ったのみである。米側の資料は、空襲が大規模となった1945年を含む終戦までのものであり、なおかつ第10飛行士団だけを相手とした損失ではないが、日本側が算定した数字とは相当な差がある。また前述の吉田少将日誌によれば、第10飛行士団は2ヶ月で戦力の10%を失っている。 1944年12月26日、軍令陸港第165号10によって第6航空軍司令部が臨時編成された。これは、戦局が切迫し本土における航空作戦に専任する航空軍が必要となったためで、従来の共同航空軍が第6航空軍に改編され、第10飛行士団はその霊下に置かれた。 同じ頃フィリピンのレーテ島は、米軍の支柱にあり、戦局は悪化する一方であった。大本営では、今後について、米軍を主体とする連合軍は、日本本土と南方との資源経路を断つとともに、本土空襲を強化し、日本の戦力並びに国力を急速に弱体化させ、気を見て、本土上陸を起とするであろうと判断していた。1945年1月3日昼。 大阪市街地に、小夷弾を投下し、名古屋方面に投進した約90機の B-29 爆撃機に対し、第10飛行士団は、第11飛行士団を支援するため飛行第244戦隊、飛行第28戦隊、独立飛行第17中隊戦闘班を出動させ、東京上空には、飛行第47戦隊に紹介を命じた。 この出撃で飛行第244戦隊は、敵機の撃墜確実5機、損害を与えたもののなきと戦火を報じている。飛行第47戦隊の2式短座戦闘機1月9日昼には、関東上空に B-29 爆撃機約30機が侵入した11。これに対し第10飛行士団は、溶撃を行い、飛行第47戦隊の体当たり4機、 飛行台244戦隊の体当たり2機を含む11機の敵機を撃墜確実とし、他に撃墜不確実4機、撃破波13機の戦火を報告した12。師団の同日戦死者は4名、体当たり特攻をした操縦者のうち3名は生還している。1月27日昼、B-29 爆撃機26機の第一、停弾。 同46機の第二停弾からなる東京東部地区の空襲に対し、第10飛行士団は全力の溶撃を実施し、敵機の撃墜22機、撃破多数と発表した。士団の損失は未期間22機である。2月4日昼、神戸及び中部日本を空襲した米軍 B-29 に対し第10飛行士団は、戦力の一部を防空に協力させるため、静岡県及び、 東京周辺上空に出撃したが、敵機を捕捉することはできなかった。2月10日昼、鹿島灘沖から茨城県を通過して、群馬県に侵入し中島飛行機、大田工場を爆撃した約100機の敵機に対して、13、第10飛行士団は、第16飛行団と協力し、双方の合計で15機撃墜の戦艦を報告したが、14、 特攻自爆と未機関機で7機を失った15。第16飛行団はフィリピンでの作戦に参加後、12月23日に、茨城県真壁軍の下立飛行場に移動して、戦力回復中で、防空警報が発令された場合は、第10飛行士団の指揮下に入ることになっていた。1945年2月16日朝、太平洋に展開している米海軍機動部隊の 航空母艦から発信した関西機が房総半島沖から低空で本土に接近し、第10飛行士団は核戦隊を出撃させた。ただし2式複座戦闘機を使用する飛行第53戦隊は夜間戦闘専人とされており、飛行機から燃料と弾薬を抜き、根拠地としている千葉県松戸市の松戸飛行場周辺に分散して、遮蔽するほか、技量未熟の操縦者は、 群馬県日田軍の神殿飛行場へ退避させた。米軍艦載機は第1波の約90機が鹿島灘、三浦半島、房総半島南端からそれぞれ本土に侵入し、千葉、茨城両県にある核飛行場を攻撃した後海上へ脱出した。続いて約90機の第2波、約100機の第3波、約120機の第4波が鹿島灘と、 九十九里浜から侵入し、主として沿岸地域にある陸海軍の飛行場を攻撃した。手前から、海六海、SB2C、TBF など米軍艦載機動日午後には、艦載機約九十機の第五波が九十九里浜から侵入し、インバ飛行場、調布飛行場、東京都板橋区、十六の成増飛行場、神奈川県高座軍の厚木海軍飛行場を攻撃した。 さらに、第6、第7波を合わせて、推定約450機が、鹿島灘から侵入。主力は、群馬県の中島飛行機、大田工場、一部は陸海軍の飛行場などを攻撃した。米軍艦載機は、海6海戦闘機、海4優戦闘機、SB2C 爆撃機、T、第10飛行士団の各戦隊は反復して要撃し、戦火は、 撃墜六62機、激波27機と報告したが、17、損害は、溶撃任務の戦闘機が未期間37機のほか、懲戒任務に出動した独立飛行第17、中隊や、記述の、東2号部隊であるしも雫飛行隊18、18の100式司令部偵察機にも数機の損害があった。同日有国、第10飛行士団の指揮権を持つ、防衛総司令官は、 戦力が充実している飛行第47戦隊と飛行第244戦隊を第6航空軍の直轄とし同飛行士団の戦力を制限した。これは本土決戦に備えて航空戦力の温存を重視する防衛総司令部の方針によるもので中型、小型の敵機に対し活発に攻撃を行えば戦力の消耗が深刻化するとの判断である。 2月17日朝、米軍艦載機はこの日も来週し、第1波、約180機の主力は、関東地区にある各地の陸海軍飛行場を、一部は静岡県の浜松飛行場を攻撃した。これに続く、第2波、約90機は、千葉県、神奈川県を空襲し、第3波、約150機は、埼玉県と東京都の飛行場を並びに、 北多摩軍の中島飛行機武蔵工場などを攻撃した。さらに正午頃に第4波、約70機が横浜港の施設と船舶及び千葉県立山市を攻撃した。第10飛行士団は前日の通り飛行第47戦隊、飛行第244戦隊が指揮下から除外され、また前日の損耗のため戦力が大きく減少していたが反復して出撃し、 撃墜三36機、撃破18機を戦火として報告した、19。損失は、未期間14機である。第10飛行士団は、両日の戦闘で50機以上を損失し、空戦の中心となる熟練操縦者を数多く、失った。しかし指揮官、吉田少将は、航空作戦において、戦力の温存には反対の考えであり、 敵機の来週には必ず出撃することが戦闘機部隊の伝統であるにもかかわらず、溶撃を制限すれば攻撃精神を損ない、部隊の存在意義をも失うと憂慮した。第10飛行士団参謀長、岡本周一大佐は、士団長の命により17日に防衛総司令部に出頭し、吉田少将の考えを述べ溶撃制限を解除する、用意見具心したが、 防衛総司令部は容撃制限の解除を受け入れなかった。20。2月19日午後、マリアナ諸島の航空基地から発信した B-29 爆撃機約100機が関東地区に来襲し、東京都周辺の市街地を無差別爆撃し、東京都では葛飾区及び江戸川区に多大の被害があった。第10飛行士団は全力出動し、 それまでの戦闘で熟練の操縦者を多く失った同志団では操縦時間200時間ほどの特別操縦見習い士官が関東した。戦火は体当たり2機を含む撃墜21機を報告し、損害は4機であった。2月25日朝、多数の米軍艦載機が房総半島及び鹿島灘から逐次侵入した。第10飛行士団は、 飛行第23戦隊、飛行第70戦隊、飛行第18戦隊のみを関西機の揚撃に待機させ、武装、つかささだと二式複座戦闘機を装備する戦隊、及び新天聖空隊は B-29 爆撃機に対する揚撃のため、温存する命令が吉田師団長により形されていた。その後 B-29 が同日午後に来週と判断され、 吉田少将は関西機への溶撃を変更し、全部隊に飛行機の燃料と弾薬を抜き分散射兵して、タイビー -29 の戦闘に注力するよう命令した。午前中に来襲した関西機は、総計約600機と推定され、主として関東北部及び東部の飛行場、工場、交通機関を攻撃し、太平洋上に脱出した。同日午後、 約130機と推定される B-29 爆撃機が7停弾となり、東京上空に侵入した。この日は朝からの鈍天が次第に悪化して大雪となっていた。B-29 は、雲上から東京の市街地へ、焼夷弾、爆弾を投下し、この空襲だけで約19万個が消失したが、第10飛行士団は悪天候のために、ついに出動できなかった。 1945年3月1日、それまで第10飛行士団長心得であった吉田喜八郎少将は、中上新旧と同時に第13飛行士団長に同し、宇都宮共同飛行士団長であった近藤健理中将が新たな第10飛行士団長に親保された21。吉田中将は陸軍大学校を優等卒業の英才であり、1937年に、 騎兵化から転化して以降は航空関係の要職を歴任した。第10飛行士団の指揮官としても性能の劣る航空機や要員の連度不十分にもかかわらず相当な成果を挙げたが強烈な積極性と個性のために周囲との関係が良好でない場合もあり、指揮を受ける部隊は命令遂行に疲弊していた。近藤中将は陸軍士官学校の卒業は 不評価であったが、1925年の航空兵化創設以前より戦闘機操縦者として飛行部隊や飛行学校での教育経験も豊富であった。新師団長は航空関係の補給及び補充が逼迫している状況で本土決戦のための戦力を蓄える必要を考慮し、第10飛行師団の主力による溶撃は B-29 爆撃機の本格的。 来週時のみに限定する方針を取った。この方針は陸軍中央部の意向と同様のものであるが、本土上空に侵入した敵機に対して、日本の戦闘機が出撃しないことは国民感情に大きな影響を及ぼした。B-29 は2月以降も夜間に短期、または少数期で関東及び、中部地区にほとんどレーンやら哀愁していたのである。3月に入ると、 B-29 爆撃機による本土攻撃は大都市に対する焼夷弾爆撃が中心になった。3月4日朝、推定約150機の B-29 が東京上空に来襲し、雲上から爆弾と多量の焼夷弾を投下した。第10飛行士団は、雲量1の天候不良のため出動できず、後者第1師団が電速射撃をするのみであった。 東京大空襲直後の様子三月九日、遊国、米軍はマリアナ諸島にある五つの飛行場から b 二十九爆撃機三百三十四機を出撃させた二十二 b 二十九は三月十日午前零時頃より東京湾を北上して東京上空に来襲したこの夜は北からの強風のため電波系回帰がほとんど正常に作動せず 陸軍が空襲を確認したのは B-29 が京橋区月島付近に焼夷弾攻撃を行ったという情報が午前0時8分に入ってからである。さらに B-29 が続々と侵入中との情報で0時15分に空襲警報が発令された。B-29 は中高度で短期または数期編隊で東京都東部に侵入し、 大規模な無差別焼夷大攻撃を行い、登壇後は千葉県銚子市付近から太平洋上に脱出した。日本側では来週した B-29 の総数を約110機と推定した。第10飛行士団では近藤師団長が夜間出動可能な前期の出動を命じた。B-29 溶撃に急ぎ離陸した戦闘機は 中高度の空戦であるので十分にその性能を発揮することが可能だった。また、地上の大火災による炎の明るさで、小空灯がなくても敵機を視認できたが、やがームが上空に漂い攻撃が困難になった。師団では相当の戦果を報告したが、米軍の記録では撃墜された B-29 が14機、損傷は42機であり、 日本の陸海軍戦闘機による撃墜はなく、すべて降車砲によるものとしている。3月16日、防衛総司令部は、飛行第4戦隊及び飛行第5戦隊をそれぞれ、インバ飛行場、調布飛行場に移動させ、第10飛行士団の指揮下に置き、夜間の溶撃戦力を強化した。しかし、関東地区にはその後の大規模な敵機来襲はなく、同月17日には、 B-29 爆撃機により、神戸が18日と19日には、関西機により、九州と近畿地区が19日と25日には、B、B-29 により、名古屋がそれぞれ攻撃されたため、飛行第4及び第5戦隊は第10飛行士団の指揮下を出し、元の指揮下へ復帰した。飛行第244戦隊の3式戦闘機、同じ頃、 第6航空軍は沖縄などを防衛する、天候作戦準備のため3月10日、司令部を福岡に移動していた。これに伴い、第6航空軍の霊下にあった第30、戦闘飛行集団が3月20日より、防衛総司令部の直轄となり、2月半ばより、第6航空軍の指揮下にあった、飛行第47戦隊飛行第244、戦隊と、独立飛行第17中隊は、 第30戦闘飛行集団の指揮下に入り、関東に来襲する米海軍機動部隊の攻撃任務に当たった。4月2日未明、推定約50機の B-29 爆撃機が相模湾方面から本土に侵入し、中島飛行機武蔵工場及び立川市周辺を攻撃した。第10飛行士団は、溶撃において10機以上撃墜と報告した。 4月4日未明には、推定約90機の B-29 が、京浜地区を低高度で攻撃したが、各飛行場は濃霧に包まれていたために、第10飛行士団は出動できなかった。4月7日午前、B-29 爆撃機90機のほか B-51、戦闘機30機が、東京上空に来襲し、高等地区を攻撃した。B-29 が、 戦闘機を伴って攻撃するのは、これが初めてであった。前月に洋島を奪取した米軍は、同等の飛行場を整備し、航続距離の短い戦闘機の基地としたのである。4月13日夜、推定約170機の B-29 爆撃機が東京北西部を攻撃した。第10飛行士団は、後者第1士団と合わせて、撃墜38機と戦火を報告したる。 4月15日夜、約200機と推定される B-29 爆撃機が短期、または少数機の変態を組み中高度で波状的に京浜地区に侵入し、大森区、鎌田区、及び川崎市方面を焼夷弾攻撃した。敵機が高々旅でなかったために、第10飛行士団は十分に活躍することができ、校舎砲部隊及び海軍と合わせた戦果は、 敵機の撃墜70機、撃破50機以上と報じられている。1945年4月8日、本土防衛強化のため防衛総司令部を廃止、軍令陸攻第60号により、北海道を除く東日本の防衛を統括する、第1総軍、西日本の防衛を統括する、第2総軍と、軍令陸広第54号により航空関係の部隊を統括する、 航空総軍が創設され、4月15日午前0時を待って指揮権が発動された。これに伴って第10飛行士団は第6航空軍の励下を脱し、23、再び第1航空軍の励下に入ったが、24、本土の主要部及び重要施設の防衛に関しては、関東甲信越における空陸の作戦を統括する第12方面軍、25の指揮下に入れられた。 重飛行士団は、防空任務に関しては、第12方面軍の指揮下でありながら、本土決戦の結合作戦準備に関しては、隷属している第1航空軍の指揮を受けるという二重の指揮系統である。同士団には、多くの地上部隊が霊下あるいは指揮下となっていたが、改変により一部は第1航空軍の直轄となった。また飛行第47戦隊。 飛行第二百四十四戦隊、独立飛行第十七中隊は記述のように三月下旬より、第三十戦闘飛行集団の指揮下に入っていたが、今回の改編で、第十飛行士団の励化を脱し,し、第三十戦闘飛行集団の励化部隊となった。米陸軍航空軍の p 五十一戦闘機四月十九日、午前、推定約六十機の p 五十一戦闘機が、 関東地区に侵入した。P-51 単独による来襲は、これが初めてで、日本軍の電波警戒機では、低空で飛来する小型機の発見が困難であった。第10飛行士団は、敵の小型機に対する戦闘は避けるよう命令されて、いたが、来襲する機種が判明するまでに、師団戦力の一部が出動した。戦果は、後者第1師団による、撃墜1機。 撃破 1>, 1機のみが報じられている。5月24日未明、駿河湾及び相模湾方面から侵入した、推定約250機の B-29 爆撃機は3月9日夜の東京大空襲と同様に、ほとんどが短期で、次々と東京西部に侵入し、中高度から焼夷弾と爆弾を投下した。その夜は、強風で大火災となり6万4000個以上が、 全勝したと記録されている。第10飛行士団は、後者第1師団及び海軍と合わせ、撃墜約30機の戦火が報じられた。米軍側の記録では、出撃562機のうち502機が攻撃に参加し、損失は17機、損傷は69機、後者放火は猛烈であったが、戦闘機は大きな脅威ではなかったとしている。翌25日昼には、 伊療島を発進した、推定約60機の P-51 戦闘機が、関東地区の飛行場あるいは工場を攻撃し、夜には、推定約250機の B-29 爆撃機がまた、東京上空に侵入し、市街地のうち焼け残っていた地区に、対象依大攻撃を行った。第10飛行士団を含む日本陸海軍の戦火は、撃墜47機。 撃破20機と報じられた。米軍記録は損失26機、損害が100機である。同じ米軍資料によれば、東京はこれまでの焼夷弾攻撃により、全市街の50.8%を消失し、以後は焼夷弾攻撃の目標から除外されている。1945年6月下旬、航空総軍司令部は、今度の防空統一作戦計画。 すなわち整合作戦を策定し7月1日、航空総軍命令として自達した。これによって、第10飛行士団は7月10日午前0時より、第12方面軍の指揮下より出し、原所属である第1航空軍に復帰した。ただし、同士団霊下の第32航空情報隊及び第34独立機関砲中隊は、第12方面軍の直接指揮下に入り、 同じく師団霊下の第1対空無戦隊、第2対空無戦隊は7月11日、大陸命第1360号で、新編成される第4航空通信団の戦闘序列に入った。第10飛行師団の指揮下で B-29 溶撃任務についていた、飛行第28戦隊は、軍令陸航第103号により、第28独立飛行隊となり、 7月25日、大陸命第1366号により、第10飛行師団の霊下から覗かれ、航空総軍の直属部隊として編入された。7月に入り、関東地区に対する空襲は再び激化した。B-29 爆撃機、関西機、あるいは洋島から飛来する P-51 戦闘機などが、関東の中小都市、工場、陸海軍飛行場、 または軍事施設を攻撃した。これに対して第10飛行士団は溶撃に出動したが戦果は不明である。なお大都市に対する焼夷弾攻撃は6月15日で終了していた。この頃第10飛行士団の零下航空部隊と出動可の大き数は次の通りである。7月10日は米海軍の空母艦載機。 1> 約1200機が関東に来襲した、火星豪作戦で計画する B-29 爆撃機の昼間攻撃はなかった。8月1日夜、推定約280機の B-29 爆撃機が関東地区に来襲し、水戸市、八王子市、立川市などを攻撃した。第10飛行士団は、後者第1士団と合わせて、撃墜11機を報告した。 東京西部に侵入する敵機に対しては、杉並区久我山に設置され7月中旬により、実戦参加した最新の降車砲が有効であった。これ以降も米軍は、太平洋上の海軍機動部隊から発進した、関西北数によって、本土を連日攻撃した。第10飛行士団は、本土上空で敵機を擁撃する、防空任務が中心であったが、 敵艦への体当たりをする特別攻撃隊も編成され、第291、上和市隊は、長子沖の米機動部隊に対し8月13日に攻撃を行った。8月6日、広島市に原子爆弾が投下され、8月9日には長崎市に2発目の原子爆弾が投下された。また9日午前0時より、ソビエト連邦の共産党軍が満州に侵攻を開始し、 大本営はこれを受けて、大陸命第1376号で、第1総軍、第2総軍、及び航空総軍司令官に、現任務を続行、すヘしと命令している。8月14日午後6時、陸軍大臣並びに、参謀総長より、帝国の戦争終結に関する件が発電され、ポツダム宣言を受諾する証書の発布と、 翌日正午から天皇によるラジオ放送が行われることが各総軍司令部に伝えられた。同日、航空総軍司令部は参謀次長から今後の積極作戦は一切中止とする指示を受けていた。8月の関東への空襲は14日までに B-29 爆撃機によるものが2回、関西機によるものが13回であった。8月15日正午より、 終戦に関する玉音放送が行われた。同日、大本営は、大陸命大戦381号によって、各総軍司令官らに対し、各軍派別に命令するまで、各々、現任務を遂行。スヘシ・タダシ氏積極進行作戦を中止、スヘシと命令したが、これ以降の米軍による、本土空襲は行われなかった。翌16日、大本営は、 各総軍司令官らに対し、即時戦闘行動を停止、スヘ氏との命令を発し、8月18日、与え、タル作戦任務を、回駆、同時期以降一切の武力行使を停止、スヘ氏と命令した。9月2日、航空総軍は、大陸命得第1号により武装解除を命じられ、9月17日午前0時を、もって、大陸命得第3号により、 戦闘序列を解除した。第10飛行士団司令部と霊下部隊は8月18日に発令されていた帝国陸軍復員要領と8月25日の復員直輸に従って逐次復員を行い10月29日までに師団司令部に22名など一部の残地者を残すのみとなった航空部隊地上部隊。ありがとうございます。